カーテンコールに答えるリャーン、ベンジャミン、ロイヤルバレエ団カーテンコールとは、オペラ、バレエ、演劇、ミュージカルなどにおいて、歌手、バレエダンサー、俳優、指揮者、演出家が舞台上に現れて観客に挨拶することを言う。通常はお辞儀や手を振ったりして、観客の拍手や歓声に応えるだけだが、一連の公演の初日、千秋楽などの節目では代表者が謝辞を述べる場合も、 ある。客席と舞台は通常は鈍調により仕切られているが、その鈍調が上がることからこの名で呼ばれるようになった。舞台本編の終了後に行われるのが通例だが、各幕の終了後に行われることもある。アンコールとしばしば混同されがちだが、カーテンコールは曲など、追加のパフォーマンスをねだるのではなく、単に登場を要求するものである。幕を完全に開けて、 早くやが主など全員が集合する形式を特にアンサンブルカーテンコールと呼ぶ。拍手に応えながら主要出演者が手をつないで舞台前方へ走り寄って場を盛り上げるような思考も多く行われている。新作の披露公演などでは一長らを着込んだ原作者、作曲家までもがカーテンコールに現れることがある。しかし作品そのものが失敗に終わった場合はしらけ。 ムードを助長することにもなりかねず、制作者側の安易なカーテンコール期待はむしろリスクを、らんでいるとも言える。トゥーランドットダークテッドバイ、ホベルト・デシモン、ジャニュアリー2012、テアトロ・コムーノリー、ボローニャ聖域の低い歌手から順にバス、バリトン、メゾ・ソプラノ、テノール、ソプラノの順に現れるのが一つの典型であるが、タイトルロールは聖域に関わらず、 最後に舞台に登場するのが慣例となっている。また、アンサンブルカーテンコールでは、役の重要度の照準に登場する場合が多い。キャストの挨拶が一段落した段階で、主役女性歌手が舞台袖まで出迎えて指揮者を登壇させ、指揮者が舞台から合図して、オーケストラを起立させる。初日などには加えて演出家が登壇することもある。 オペラは幕ごとにカーテンコールが行われることが多いが、指揮者とオーケストラの挨拶は最終幕後にしか行われない。各人が登場した、際の拍手や、歓声の大きさ、花束の数、ブーイングの有無などはその歌手の当日の出来に対する、客席からの評価や平成からの人気度の一種のバロメーターである。そこで現れた、評価の際が、共演者間の不和を招くこともあるため、 劇場によっては、アンサンブルカーテンコールを一回行うのみで、読書者が個別にカーテンコールを受けることを禁止する場合もある。時には個別の歌手の名前だけが叫ばれ、舞台に何度も呼び返されて、賛辞を受ける場合もある。ギネスブックによれば、そのようなカーテンコール回数の記録は、1988年、ベルリンでのドニゼッティ愛の名訳において、 ルチアーノ・パバロッティの受けた165回であるとされる。オペレッタの場合などは、カーテンコールにオーケストラがメドレー演奏をつけるケースが多く、近年は特に手、指揮者を交えたアンサンブルカーテンコールを2から3回行った後、ソリスト、タイトルロールを踊ったプリンシパルの順に登場する。外国バレエ団の来日公演では、数年に一度の機会とあって熱狂的な拍手を受ける。 場合がほとんどである。贈呈した花束をオーケストラピットの端まで落下の危険を犯して受け取りに来てくれた例もある。ごく稀ではあるが、カーテンコール終了後にダンサーの階級昇格の発表がバレエ団内部で行われることがあり、客席には通知されないが、ドン調の向こうでバレエ団員による拍手が聞こえることがある。役の重要度の精準、すなわち合唱、早く、 脇役、主役、タイトルロールもしくは座長の順で登場する場合が多い。重要度の低い役は数人まとめて登場し、脇役は二人もしくは三人、主役は一人ずつ登場し、客席に挨拶をする。NBA などのスポーツにおいてもスター選手に対するカーテンコールが行われることがある。MLB ではホームランを打った選手がベンチに下がった後も観客が拍手を続け、 選手がベンチから出てきてヘルメットを掲げて答えることがあるが、これもカーテンコールとみなすことができる。ありがとうございます。